皆さんこんにちは、ツッコミ俺だ、ゴードだ。へへ、ツッコミゴード、しょうもない。あ、今日は、キッチンカウンターを作ってみたんですけど、それをちょっと紹介するだけの動画なんだけど、マイホームツアーみたいな動画でちょっと見せたん、そしてインスタにもちょっと写真載せたけど、みんなにね、ちょっと見せたい。俺が作ったものだからね、見せたい。この家はすごくいい家なんだけど、80年代の家だから、キッチンのカウンターがなくて、そういうキッチンのものが全部壁にくっついて、でその部屋もリビングの部屋になってるんだから、今のね、最近の家だったらそういうおしゃれなカウンターが中に置いてあって、なんかね、皿洗いでもしながらなんかテレビとか見れるように、なんかリビングとキッチン作ってるんだけど、昔の家はなんかそんなシャレに作ってなくて、今この家みたいにね、どこまでリビングなのか、どこまでキッチンなのかちょっと分かんない。なんかソファに座ってテレビ見ていても、自分の中の 10% でもなんかまたキッチンにいるような気分になっちゃうから嫌なんですね。で、ネットで調べたらカウンター買えるんだけど、キッチンカウンター買えるんだけど、高くて3、4万で売ってて、低くて、そして幅があんまりなくて、なんか小さくて、なんか2つ買えばいい感じに入れられたかもしれないけど、2つも買えばもう8万円もするし、もう自分で作るわと思って作りました。もう近くのホームセンターで、なんかめっちゃ安い板売ってあって、多分上で使って板は多分2,000円ぐらいで買って、あとネジとか買って、ドリル借りて500円で借りた。すごいよね。でこの部屋で板とか置いて、もう組み立てて、その後にニス塗って作ったんだけど、パーって完成したあるカウンターみんな見て、私にもそんなの作れないってみんな思っちゃうかもしれないけど、結構誰でも作れると思うよ。まあ一応私はお兄ちゃんはそういうのが詳しくて、途中で何回も写真撮ったりとか、なんかこういうデザインはどうかなとか、なんか相談に乗ってもらってたんだけど、それと自分で YouTube とかネットでなんか作り方とか、なんかいろいろ調べてた結果、全然うまく作れたと思う。だからみんなちょっと、まあカウンター、大きいカウンターじゃなくても、なんかちょっとここにちょうどいいこのサイズの家具が欲しいと思ってたら、ぜひ作ってみてくださいね。そういう作り方とかそういう情報結構あるし、なんかそういう知り合いの中でちょっと詳しい人がいれば、ね、質問して挑戦すればいいと思う。結構いろんな、んか俺今回もなんかニスの塗り方の技術がちょっと身についたかも。いい経験だった。そして安くかっこいいカウンターが作れた上に、サイズが、大きさがちょうどいい。もう合わせたからね。この家はね、そういうフローリングはちょっと安いやつがカーペットの上に乗ってあるから、なんかあの床がめっちゃ安定してるわけじゃない。そこまで安定してないから、カウンターは安定するかどうかちょっと心配だったけど、まあ何も しなくても大丈夫そうだったけど、一応棒という柱、板、2つつけて、ちょっと、まあ、圧力だけで天井にくっつけた。そしたら全然安定していい感じだし、その板に釘とか入れて飾り物もできるかなと思ってつけた。そしてカウントの下にこういうドラムパッドにも使えるけど、これもっと分厚ければドラムパッドとしても使えるけど、これをカウンターの足に貼り付けて、滑らないと床に傷つけないようにして完成しました。どうですか？で、私が買った板は、まあ、めっちゃ安かったから結構軽くて、柔らかい、ね、板は結構柔らかい、柔らかい。
だから心配だった。まあその分軽くて使いやすかったけど、あのね、傷つきやすい、もうなんか爪だけでもうなんか傷つけられるような柔らかさだったけど、ニス塗ったら分厚く、ニス3回塗ったら結構いい感じに固まってくれて、ニスすごいなと思った。なんか安い板でもいい感じになれるのはやっぱニスすごいなと思った。はい、まあこれだけの動画なんだけど、みんなちょっとみんなね、ちょっと挑戦してみれば案外なんか物作れるよね。そういうね、プロの職人じゃなくても、あの家の近くのホームセンターに行ってちょっと歩き回ってみてください。何かのいいアイディアが思い浮かぶかもしれないから、ぜひやってください。それじゃあみんな、またねー。